Dang Shades Unboxing 2022これは Dang Shades のサングラスではありませんすいませんでした Dang Shades <laughs> の箱ですダン Shades の歴史について語りましょう Dang Shades はアメリカの Southwick Massachusetts という州で、えー、2007年に作られました初めて、えー、手頃な金額で買えるサングラスブランド Dang Shades 作ったのはプロスノーボーダーのクリス・ ベルスフォードスタイルで見せるタイプのライダーでしたね、えー、一緒に撮影して1週間ぐらい一緒にいたけどみんなのことを考えてかっこよくてスタイリッシュだけど買いやすいサングラスを作りたいそれが多分このダンシェイズのルーツだと思いますそれではダンシェイズアンバックシング2022今回の箱にはゴーグルですドン早速開けてみたいと思います ダングシェイズのバルクラバー。ダングのロゴ入り。ダングシェイズのバルクラバー。すごく薄い。通気性のいい生地で。フリースタイラー。汗かくような人は、ダングシェイズのバルクラバーがおすすめですね。どっちからいこうか。アジアンフィット。アンチフォグ。ヘルメット。太陽。お、マグネット付き。バックルストラップ。オリジナル防水ステッカー付き。おこちらからいきましょう。b u ビ for all terrain、まあ、どこ使っても大丈夫っていうことですね。ダーン。 っていう英語の言葉の意味まあもともと DAM!GODDAM! まあかなり怒った時にああちくしょうみたいな意味なんだけどちょっとこう神様に絡んでる言葉で DAM! っていうのは神様信じてる人は言わないですねその代わりにちょっと子供でも言える DANG! チシーその、こ軽い感じの言葉です。えー、サングラスをなくしたとき、なくしたとか、まあ、どっか置い,置いちゃって、探すときに、Where are my dang shades? サングラスどこ行ったなこの野郎という感じの言葉ですね。イングリッシュレッスンでした。えー、社長のクリスからのメッセージ好きですね。9年前、このダ s h シェイズ始めたときに、スノーボードのゴーグルも作るようになるとは思いませんでした。ようやくこんなことできて嬉しいと。詳しく知りたい方は、visualizeimage.com。ダ s h シェイズのステッカー。 ケース。おおこれはちゃんと、えー、ロゴ入りですね。ゴーグルのケース。予備レンズ。これは嬉しい。いいじゃないですか。綺麗うんうんうん。今回、この後ろについたバックル。磁石付きのロックがつきましたね。あわかりました。外すときはスライドの動きだけど、合わせるときは 近づけるだけでで取れない上にスライドわかりましたやってみたいと思いますつけましたあ簡単ですねすごく簡単につきました柔らかいですねアジアンフィットということでちょっとこの鼻のところがフォームがちょっと多く ここ分厚くついてるだけなはずです、えー。気になる方いたら若干ここのフォームを自分でねこう切ってね。僕は結構鼻高いんでちょっとゴーグルが浮いてるなーと思ったらそこちょっと削れば次はこちらです。はい、セカンドフレームが来ました。こちらはウッド調いいですね。これも結構好きかも。ちょっと木の。 雰囲気ウッドグレインタイプのフレームでございますかっこいいですねマットブラックはもうベーシックでクールでかっこいいねウェアの色によってポップな雰囲気でいきたいときはこのウッドグレインもおすすめですねダングシェイズのオンラインストアをちょっと見てみたいと思いますスノーゴーグル今見てるダングスノーニューオリジナルマットウォッドフレーム ハイコントラストグリーンミラーレンズ。気になるお値段は16,390円。これは2022年からニューモデルですね。もう一つ。ダングスノー。ニューオリジナルマットブラックフレームハイコントラスト。これはシャンパンゴールドミラーレンズ。16,390円。同じですね。どちらも16,390円。ダンクシェイツ。2022年。ニューモデル。 ゴーグルは大事です。目はとっても大事です。よく山で見かける初心者、ゴーグルこう頭につけて、こうなりながら滑ってる人、なぜそうなるかって言ったら、ゴーグルがおそらくダメですね。えー、曇ったり、凍っちゃったり、もう傷がいっぱいあって見えなかったり、あんまりにも安いものを使っちゃうと、すぐにダメになります。一番いいのは、このダングシェイズのようなちょうどいいこう値段。 そして、物のクオリティ。まあ、楽しいのはね、シーズン中に1個とか2個買って、ゴーグル買いながら、2個ぐらい持ってるとロテーションできて、壊れにくくなるし、曇りにくくなるし、山行くときは、もう必ず僕はバッグとかに、まあ、あとジャケットの中に、ゴーグルのスペアは1個入れてます。ゴーグル入れれないときは、スペアレンズを持ち歩いて、まあ、曇ったり見えなくなったらすぐ取り替える。僕の場合は家族、みんなダングシェイズのゴーグルを使うようにしてるんで、誰かのゴーグルダメだったら、このスペアレンズで 描いてあげて見えないのはね、ほんとね、ほんとにつらいです。今日はダングシェイズのゴーグルの紹介でした、ニューモデル、2つありました。ぜひ皆さん、チェックしてみてください。詳しくはダングシェイズ .jp ですね。これからのシーズンはゴーグルですね。今日はありがとうございました。ダングシェイズのアンボクシングでした。ダングシェイズ。アンボクシング。